ねえ、よしこちゃんってミュージカル好きなの？最近ハマったって感じよ。この前見たミュージカル映画がすっごく面白かったの。へえ、なんていう映画？先週から公開された。あれ？公開前から話題だったね。最初はそこまで乗り気じゃなかったんだけど、招待券をもらったから見てみようって映画館に行ったのよ。そしたら予想以上に面白くて驚いたわ。ミュージカルって特殊だよね。お芝居を歌で演じるのはもちろん、動きの一つ一つが見ていて飽きないんだよな。いつもライブでやっているダンスとはちょっと違うっていうか、感情表現を前面に押し出していて、歌がなくても動きだけで今の感情が伝わってくるんだからすごいと思う。ねえ、ミュージカルを私たちのライブに取り入れられないかしら？ミュージカルを私たちのライブに？それいいね、やってみたい。じゃあどう取り入れられるか考えましょう。新しいことに挑戦するときってワクワクするよね。そうね、ワクワクしてるときって何でもできちゃうわ。なら少しくらいハードなレッスンでも大丈夫だね。え？ハードなの？まだ何も考えてないし、ハードにならないやり方もあるんじゃ。だって初めてのことだよ。いろいろ試行錯誤もあるだろうし、多少の無茶はね。ちょっと大丈夫。できるようになるまで手取り足取り徹底的に付き合ってあげるから。